エディ・ディオールは女性のエレガンスの象徴のように捉えております。今回3つ制作しまして、そのうちの1つはリボンをあしらっています。こちらはディオールが創設されてから、現在に至るまでリボンというのはディオールのこう象徴的なモチーフなんではないかと考えましたので、今回使いまして、もうちょっとこう自分の作品寄り のものにしました。でダイクロシンク定着という技術を使っているんですけれども、今回レンチキラーを使っているんですけれども、それもその過去に作品化したことがあるので、私は光というのは命あるものの中に内在しているものだと思っています。それを作品で表したいというふうに、思ってプラクティスしてきました。